皆さん、政権与党自由民主党は行政府の内閣に菅義偉政権に国民の暮らし向きを少しでも楽にする経済政策を提言しているでしょうか。国民の多くは年々暮らし向きが厳しくなった、もう限界だ、こんな叫びが聞こえてきます。社会の格差は広がる一方です。菅義偉政権もまた経団連業界団体から政治献金と賄賂を受け取り、この政治献金と賄賂に応じた経済政策になっていないでしょうか。政権与党自由民主党、公明党、安倍晋三前政権、菅義偉現政権は賄賂にまみれた政策になっていないでしょうか。私もあなたも景気が悪いのは、収入が減ったのはコロナでは仕方ない、政府や NHK テレビ新聞マスコミの言うことを鵜呑みにしていないでしょうか。あなたがこれまでに選挙で投票した候補者、これから投票する候補者はあなたの一票が欲しいだけの口先だけではありませんか。あなたはいかがお考えになりますか。あなたは日本国の一員、投票に行きましょう。よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。